はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、DDA 関連などが徐々に反転してきており、目線がそちらに行きがちですが、私は下落相場で徐々に価格帯を落としましたが、備品を購入するチャンスじゃないかなと思っているカードを紹介していきたいと思います。そのカードたちはマリーシリーズです。高騰期ではなかなか手が出しづらい価格帯でしたが、今回参考程度に見ていただけたらと思っております。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はエクストラバトルの日マリーです。メルカリでの高値では約1000円での取引がありました。購入相場的には700円から950円での取引がありました。2枚目はマリーの練習です。高値では9000円での取引がありました。購入相場的には7500円から8900円での取引がありました。3枚目はマリーのプライドです。高値では約 22,200 円での取引がありました。購入相場的には 17,500 円から 21,000 円での取引がありました。4枚目はシャイニーマリーです。高値では3万円での取引がありました。購入相場的には 22,000 から 29,900 円での取引がありました。最後はシールドマリーです。高値では 85,000 円での取引がありました。購入相場的には 65,000 から 8万円での取引がありました。スタートデッキ100やシャイニースター V なども大量再販があり、数こそは多くあると思いますが、まだ備品をゲットできていない方は購入を検討してきても良い価格帯なのかなと思いました。大人気マリー、皆様はどのマリーがお好きですか？コメント欄へよろしくお願いします。今後もポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。